ゲッスね。ハジです。前回ありがとうございました。うん。で、今回は兄貴に許可取って、撮ってるんですけど、前回と同じように兄貴のとこに来てるメールをね、今日見させてもらって、で、時間がないっていうなんか相談が多いって聞いたんで、で、僕の周りの社会人もすげえいるんですけど、その時間がないっていう。で、自分もまあ割と忙しいので、わかるんですけど気持ちとしては。ただね、時間がないっていう言い訳をするのが、ちょっと僕はすごく嫌いで、ね、思ってることというかやってきたこと話そうかなと思ったんですけど、撮る直前に兄貴にちょっとこれ見てよって言われたのは、本当に撮る直前来たメールなんですよね。で、これ読んでたら、ちょっとこっち話したくなったんで話していいですか。ただメールの内容は多分言っちゃうとまずいと思うので、なんかね、頑張ってる子なんですよ。すごいいろいろ。本当はみんなと仲良くやりていきたいんだけど、その自分が頑張ったことが、人のために何か頑張ったとしても、一生懸命頑張っても、無駄になっちゃう。やらなきゃよかったと思うことばかりだと。で、自分も友達もなんかいじめにあってて、なんでこうなっちゃうんですかねみたいな。不条理って書いてある。いや、わかるっすよ。自分も、まあ、自分兄貴みたいなガチガチないじめ受けてたわけじゃないですけど、まあちょっといろいろあって、なんであいつらが幸せそうに生きてんだよって思うことってはないっすか。いや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 、お前ら罰当たれよって思うことももちろんありますし、正直。ただ、自分人のために生きるっていう発想があんまないんすよね。人のために何かしてあげたいっていう風に生きるのをやめちゃったんですよね。これ兄貴も多分同じなんですけど、自分のために生きることが人のためになればいいと思ってんすよ。だから、人のためが先に来ちゃうと、自分がしたくないこともすることに、する時が来ちゃうんですよね。いや、もちろん必要な時もあるんですけど、それが。でも、それって息苦しくないですか？生きてて。だったら、自分がしたいこと、もちろんそこにはいろんなルールがあって、自分だったら人に迷惑をかけねえとか、まあ迷惑の度合いにもよりますけど、そういったルールの中で自分がやりたいことをやって、それが誰かの力になったり誰かのためになればいいっていう、自分がやりたいことっていうのが先に来ないと苦しくなるし、あとは比べるとさ、まあこの子の不条理ってこともありましたけど、まあ自分も理不尽だと思うことは多々あるわけですよ。いや、あいつより俺の方が頑張ってんだけどなとかね。でもあいつの方が幸せそうっつうか、楽して生きてていいよなとか、ズルしてるよなあいつとかもあるんですけど、他人の人生なんて他人の人生なんでどうでもいいっていうか、うん、僕が生きてるのは僕の人生なんですよね。だから僕の人生を邪魔すんなよとは思ってるんですけど、まあ学生の時って、クラスメートとか、そういう狭い空間にいるじゃないですか。別に、その人と同じクラスになりたくてなってるわけじゃないじゃないですか。たまたま集められただけでしょ。だからその、自分が望んで行った場所じゃない人のために自分がなんか人生苦しむのって違うっていうか、もったいないと思うんですよね。だから、気にしなくてよくないっすかっていう。まあ俺は気にしなくなっちゃったんですけど、俺はって言っちゃいましたね。ちょっとテンション上がっちゃった。申し訳ない。かなと思います。自分のために生きるんすよ。基本は。でも自分は人のためになってたいって思うんで、自分のために生きることが誰かのためになればいいなと思って生きてます。今も。これからもきっとそうっす。だからうち、まあ兄貴と別に仲が悪いわけじゃないですけど、でも兄貴のそういうとこは好きっすね。
やつは本当に子供が好きで、子供っつうか学生が好きなんですよね。本当学生バカっすからね、あいつ。学生のためってなるとなんかアホみたいに動きますからね。でも、それが自分のためなんですよ、あいつは。だから見返りなんて求めてないんですよね。自分がやりたいことをやってたらそれが学生のためになってるっていう。そういうとこは尊敬するっすね、あいつも。学生のうちにそれに気づけるかっつったら難しいと思うんですけど、でも、できないことはないっすよ。そして、自分がどうでもいいっつうか、まあ仲良くなりてんだったらそれもありっすよ。向こうに嫌われてるんだけど自分が仲良くなりてえなと思うんだったら頑張ってそこをちょっと壁を取っ払って突っ込んでもいいかもしんないですけど、別にこの先人生関わっていかなくても一緒って思う人のために苦しむのはもったいないっすよ。しっかり選んでください。自分の人生の生き方も人も夢も選択肢いろいろありますからねと思います。はい、以上です。